J Channel。 皆さんこんにちは、 J チャンネルのマスター J です。今回のぶらり味紀行は輪島市門前にございます奥能登の純国産ワイン醸造所ハイディワイナリーをご紹介したいと思います。日本海に面した小高い丘の上に2013年ハイディワイナリーの醸造所が誕生いたしました。ぶどう畑はここ千代と水無月宇山地区にございます。年間を通して7種8000本のぶどうを栽培しておるとのことでございます。店内には薪ストーブが設置されております。そして高い天井はですね、吹き抜けになってございました。で、客席の方なんですが、カウンター、それからテーブル、そしてテラスと3つの構成になってございます。こちらはカウンター席でございますね。はい、こちらの方でですね、デザートなどをね調理したりしております。そしてこちらはテラスになります。特にですね、暖かい季節になりますとね、こちらでの食事っていうのもね、いいかななんて思いますね。はい、これが全体でございます。はい、ということで、早速赤ワインを注文いたしました。こちらは禅の里の赤でございます。それでは乾杯。こちら禅の里赤なんですが、マスカットベリー A を使っております。ですので風味はですね、ストロベリーのようなね甘い香りがいたします。そしてお味の方なんですけども、その中でもしっかりとしたコクがありましてね、和食にも合いそうなお味でございました。ということで残りのワインを一口で飲み干しました。禅の里を飲み終えた後は早速メニュー表をパラパラとめくりまして、最初に目についたこちらスペアリブと創上2019年の赤をオーダーいたしました。ハイディワイナリーでのお食事はオーダーを通してから平均すると10分から15分程度で配膳していただきます。ということで、待つことしばし、届きました。こちらが創上2019年の赤でございます。こちらの銘柄は曹洞宗大本山曹治寺御用達のワインでございます。そして気になるお味の方なんですが、タンニンは軽め、ですから渋みが少なくてですね、で香り立つ、そういったお味になってございます。でこちらはですね、今回僕スペアリブをオーダーしたんですけども、地産地消、そして、地元の食材に合わせるということをコンセプトにしているワインですので、当然のことながら和食にもぴったりと合う赤ワインでございます。そして今回のスペアリブとのマリアージュなんですけども、このスペアリブのちょっと甘辛いお味と、それから、すっきりとしたクリアな草上の赤とのマッチング、非常にベストチョイスでしたね。大変美味しゅうございました。続きましていただきますのは禅の里白でございます。こちらはですね、アルコール度数は 11%、 そして品種は甲州を 100% 使用しております。そして香りなんですが、青リンゴや洋梨といった香り風味がございます。そして気になるお味の方なんですが、フレッシュでキレのある果実味、そして、豊富な酸味がございます。ボディはライトからミディアムボディでございます。ちょっと辛口の感じがいたしますね。美味しいございます。さて禅の里白をいただいている間にオーダーを通しておりましたのがこちらチーズフォンデュでございます。やはりね、いいですね、このワインに、チーズフォンデュ、このチーズを絡めていただき、そして、赤ワインで流し込むというですね、もう最高の贅沢でございます。もうチーズもトロットロでしてね、もう程よく溶けておりましてね、大変美味しいございます。ということで早速実食でございます。これですね、はい、一口でパクリです。ちょっとね、お口の中でねハフハフしておりましたけどね。はい、ラインナップなんですが、ウインナー、
あ、それからポテト、ブロッコリーにプチトマト、そしてパンでございました。はい、そしてチーズフォンデュに合わせますワインはヤマソーヴィニヨンでございます。この銘柄は山ぶどうとカルベネソーヴィニヨンの交配種を使用しておりまして、アルコール度数は 11%、 そして素朴なこの口当たりと申しましょうか、そしてこの豊かな酸味というのがですね、どのお料理でもぴったりと合うような、そういう印象を受ける一杯でございます。それではハイディワイナリーの営業時間等についてご説明申し上げます。営業時間ですが、ワインショップは10時から17時まで、ランチタイムは11時30分から14時ラストオーダー、カフェは14時から15時30分ラストオーダーとなっております。また定休日は毎週火曜日でございます。次に冬季休業とハイディ金沢休業のお知らせです。輪島市門前にございますハイディワイナリーは2月1日から2月28日まで休業となります。金沢市内にございますハイディ金沢は現在建て替え工事のため休業中ですのでご注意ください。なお、こちらで取り扱っていた商品はクロスゲート金沢1階にございますワイン&チーズ花シュプリーズで全ての銘柄を購入することができます。また隣に併設されておりますバーカウンターでは店長おすすめの一杯を提供しております。こちらはですね、2週間に1度のペースで銘柄が入れ替わるそうですので、メニュー表にどの銘柄が載っているのかというのも楽しみの一つですよね。はい、ということで、2人前あるチーズフォンデュをあっという間に平らげてしまいまして、そして、ワインをいただきました。いやー、チーズフォンデュとこの赤ワインの組み合わせは本当にもう最高でございますね。はい、そして、最後にいただきますのがこちら創上の白でございます。この銘柄の由来となっておりますのは獅子総称という四字熟語でございます。面々と引き継がれる技術の継承に思いを馳せつつ、この総上飲み干しました。ごちそうさまでした。ハイディワイナリー最後を飾りますのはこちらになります。モンブランでございます。こちらは店員さんたってのおすすめということで、モンブランケーキ、それからモンブランソフトクリームというのがございました。で、その中から僕が注文したのはこのソフトクリームの方でございます。直径が1ミリほどの非常に繊細なモンブランに仕上がってございました。で、口に運びますと最初に和栗の風味、続けてソフトクリームの甘さが口の中いっぱいに広がりまして、絶妙なハーモニーを奏でておりました。お味の方ですけども、このモンブランの自然の甘さと甘さを控えたソフトクリームのお味というのがですね、非常にマッチしておりましたね。大変美味しい一杯でございました。最後は紅茶を飲み干したところでごちそうさまでした。はい、グッドサインです。今回はご紹介できなかったんですが、見学テイスティングというサービスもございますので、お時間のある方はそちらの方もですね、ご予約されてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。